渡辺一世は、競輪選手、自転車競技選手、福島県双葉郡双葉町出身、日本競輪学校第88期卒業、日本競輪選手会福島支部所属。師匠は、谷津田洋一。妻は、東京モーターショーなどに出演した元モデルの白石、あずさ。福島県立小高工業高等学校1年生の、頃、 所属していた陸上部から自転車競技に転校し、師匠の谷津伝が主催する練習グループに入り、高校時代はほとんど谷津伝のグループで競輪選手になるための練習を積む。その成果が実って、競輪学校は1回の受験で合格を決め、高校卒業後は第88期生として日本競輪学校に入学した。主な同期には山崎義人、武田豊樹、 佐藤智和、長井清成田和也らがおり、同じ谷津田グループである森田達也も同期である。在校成績38位で卒業し、デビュー戦は2003年7月7日の慶応角競輪場で初勝利も同日。それから着実に S 級へ昇格し、2010年には高松の宮記念杯と友人新パイの決勝に進出した。 2011年も肝心新郎廃経輪の決勝に進出し、年末に平塚競輪場で開催された特別レースのナショナルチームカップではめくりで圧勝している。2012年には4月に名古屋競輪場で開催された共同通信社廃経輪の決勝において打賞より先行した佐藤智和の番手から、 最終バックより巡りを放ち、そのまま押し切って GII 初優勝を果たした。その後は、競輪競争でもトップクラスの実力を維持しながら、結果が出せない状況が続いていたが、2016年の全日本選抜競輪決勝において、日体雄大の番手より抜け出す形で優勝し、特別競輪を初制覇。翌2017年も地元岩木平競輪場での、 第60回オールスター競輪決勝においてまくった、日田雄大の番手より、最後の直線で内から河岸地元ワンツーで、特別競輪2勝目を挙げ、さらに、友人新脳パイの決勝においてもまくった、神殿からの番手差しで、GI 連勝による特別競輪3勝目を挙げた。競輪選手としてデビューした直後から、果敢な先行ぶりは当時日本代表監督であった。 ゲイリー・ウエストに見染められ、2004年にトラックナショナルチームメンバーとして、同期の成田らと共に招集される。デビュー時の先行、めくりの先方から、現在はまくり、中心の競争にシフトしつつあるが、自転車競技で磨かれたトップスピードは、後方からの仕掛けを前方の選手に気づかれても、牽制されるより早く抜いてしまうほどの足を持つ。ありがとうございます。